まして、染谷リリーです。父がオーストリア人、母が日本人です。あ、でも日本で育ったので日本語しか話せません。リリーと呼んでください。何この格差社会。あー、そっか、うちと変わんなくね。はあ、ナオさん行きますよ。ナオさん、本日の石渡りナオは終了しました。お、もう何言ってるんですか。助けて。え、あとはなんていうか体質的なものもあって、男の人に触ったり触られたりすると私アレルギー出ちゃうの。マジで。そうなの、こうやってちょっと触っただけでも全身がブツブツに。え、ああの転校生にもドラゴンの紋章が。よし、じゃあここ、ここがハンバーグっぽくない。サラダ来い、サラダ。誠は？じゃあ右で。残り俺ね、めくるぞ。なんだよオタ、またプカリペ聞いてんのか。ボカロ P。 なんでだろう、今まではあんなこと起きたことないのに。まさかあの子ついてる。いやいや、いくらなんでもそんなことは、ここ女子校だし。うわっ、おっかねえ。大丈夫ですか。だから言ったでしょ、料理ダメだって。どうしたの、大きな声出して。指切った。あ、いや。ただいま非常停止ボタンが押されたため緊急停止いたしました。ぶねえ、マジでビビった。リリー大丈夫か。え、どういう顔それ。そこまで嫌がられるとは、世の中のおっさんってこんな気持ちだったのか。あれ、電子レンジ使うんですか。うん、玉ねぎ切る前にレンジで少し温めとくとあんな風になりにくくなるのよ。おじい、さっき言おうとしたんだけど。ああ、そっかっていうか日本語しか話せないって言ってたじゃん、自己紹介の時。別にいいけどさ、この子には注意しないと。なんだよ、そんなにビビんなよ、失礼なやつだな。ごめん、だって顔が。顔、顔はしょうがねえだろ。もういいわ、寝るわ。え、ね、ほっ、ほっ、ほっ、お、上手です、ナオさん。これは簡単簡単。これ K のね。おい先生、席替えしてください、お願いします。私もう耐えられぬ。わかった、席替えを許可しよう。気ぃつけて。あ、いい景色。